フアン・マヌエル・ブラネスによる33人の東方人の近い33人の東方人とは、フアン・アントニオ・ラバジェハ将軍に率いられたウルグアイ人の一団である。東方とは、ウルグアイ側の東方、つまり、バンダ・オリエンタル、東方州を意味する。ホセ・ヘルバシオ・アルティーガスの副官だったラバジェハ将軍は、ブラジル帝国に占領された祖国を解放するために、ブエノスアイレスで死服し、 1825年、シスプラチナ州と解消されていたバンダオリエンタルに上陸し、自由か死かと書かれた33人の東方人の旗を掲げて、ブラジル相手に二度目の独立戦争を開始した。このようにして戦った、ウルグアイ人の中には、ホアキン・アルティガスやディオニッシュ・オリーベのようなアフリカ系ウルグアイ人もいた。1828年モンテビデオ条約により、 ウルグアイの独立が決まった。このことは、ブラジル皇帝、ドンペドロアイオの失脚の原因の一つともなった。現在は、ウルグアイ東部のトレイン対トレス県に名を残している。また、彼らが掲げていた33人の東方人の旗は、今もなお、ウルグアイでは国旗に準じる扱いを受けている。ありがとうございます。